ちょっと行ってみましょう。はい。ね。っていうか、占いがあるよ、これ。おお。占い。あ、これすごい。こんにちは。すみません、ちょっとお尋ねしたいんですけれども、この2人の相性を占ったりとかすることって可能だったりします。本当？ちょっと待って、大丈夫？大丈夫？大丈夫、大丈夫。こんなアフロですけど大丈夫ですか？大丈夫。じゃあちょっと、あ、いいですか、お願いします。じゃあ、はい、お願いします、ね、Let's see if we're compatible。 相性が合うかどうかね、うん、okay. 今日はちょっと楽しかったですけれども、そうですね、ね、今後こう続けていくのにあたって、はい、やるべきなのかべきじゃないのか、はい、占ってみたいと思います。どうぞ、うん、でもちょっと遅いですね。まあまあまあ、何年ぶり、はい、確かにね、 okay、 はい、今更っていうのがありますけど、はい、よろしくお願いします。いらっしゃいませ。あ、どうも。はい、どうも。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私、天明と申します。天明さん、はい、すみません。頂戴いたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は、ちらっと聞こえましたが。はい。まあ、ちょっとこの2人の相性っていうのはどんなもんかなと思って。なるほど、なるほど。2人でお仕事をされていらっしゃるんですか？そうですね。久しぶりなんですよ。はい、多分10何年ぶりかな。そうですね。ですね。なるほど。そしたら相性気になるとこですね。そうですね、はい。このまま続けていいのか、うん、もう今日でもう打ち切りにするか。あら、はい、それは悲しい。占い方としては、お二人の誕生日をまず聞かせていただいて、はい、はい、私、東洋系の主教先生術という星占いなんですけど、はい、そちらで相性といえば主教先生術っていうぐらいにこうがっちり分かる、そちらで見させていただきます。なるほど、はい、その後細かいところ、これはタロットで後で見ていければいいかと。なるほど。では、お名前をまずお伺いしてよろしいですか。聖印カミューです。聖印カミューさん、はい、西暦から、はい、1970年、はい、11月の27です。はい、エリック・ロビンソンです。エリックさんですね。はい、エリック、はい、45年。あ、なるほど、はい、はい、ちょっと見ていきますね、はい、どういう、うん、結果が出てくるか心配ですよね。旧暦だと10月29日もあります。そうなんですか、うん、あら。ハロウィンの前ですね。そうですね、はい、それぞれの星を出しますね。星、あんまりね、うん、聞いたことがないかもしれない、うん、不思議な星の名前を後でお告げすることになります。へ、はい、2人のそれぞれの星出しましたが、セインカミューさんの場合は、はい、美宿という、エリックさんの場合は長宿という星なんですよね、はい、セインカミューさんと、はい、エリックさんの相性をちょっと見ますね。はい、はい、セインさんの美ですね。セインさんの美、はい、美とエリックさんが、お、え、いいんですか、本当？めちゃくちゃいいですよ。めちゃくちゃいいの、あら、うん、あらら、ね、どうしてこんなにいいのっていうぐらいバッチリ、一番いい相性ですよ。本当ですか、はい、あらららら、はい、ちょ、なんで、なんで、なんで、はい、ね、なんで、お二人は霊神関係という、はい、最も主教の中で、一番いい関係性です。あらららら、いいんじゃない。普通はですね、どんな人でもお互いにこう2人いると、うん、はい、若干でもこう上下関係が生まれるんですね。あ、なんだけどこの霊神関係というのはそういうのがないんです。へ、もう本当に腹を割って話せる、うん、うん、そういうものなので、うん、もちろん結婚するのもいいんですけど、え、ちょっと結婚何もよりも仕事するのに一番いい関係って言われます。おお、はいはい、なるほど。なのでこの栄えるという字が入っているので、はい、お仕事するには栄えていくっていう。なのでこのお二人の関係性はもう最高です。あら、最高、最強です。頑張ってください。頑張りましょう、はいはい、頑張ってくださいって、なんか他人事みたいな。いいじゃない、いいじゃない、ね、とてもいいよ。はい、なので今後もこのお二人が、楽しく仲良く、そして、発展していくにはどうしたらいいかとか、ちょっと細かくはタロットで見ていきます。ドキドキする、はいはいはい、タロットね、はい、あら、二人ともすっごいいいカードしか出ない。お二人とも仕事していて楽しいんだろうなと思います、はいはい、カードから見ててもそれが伝わってきます。でその楽しさをそのまま、みんなに伝える方がやっぱり
いいってことですよね。なるほどね。ね、はいはいはい、で、いい出会いもあるので、あっちに行ったりこっちに行ったり、うん、動かれていろんな人と出会ってくると思うんですね。はい、それはたくさんした方がいい。あ、いいんですね。はい、その方がいいと思いますよ。OK、うん。おお、大丈夫。大丈夫かな。大丈夫よ、大丈夫よ。ですね。はい。お二人ともなんていうかな、子供のように天真爛漫に、これからもこのお仕事をされた方がいいんですよ。あ、そうなんですね。はい、で、たとえちょっと苦境に入っても、うん、それはね、一時的なことなので、ええ、まあ、これ見ていただいて分かりますけど、痛そうですよね。痛そう。私から見るとひっくり返ってるので、この剣は抜けますので。あ、いい、はいはい、だからそこは心配はいらない。なるほど、うん、okay. もうここのカードがすごいいいので、yes. そう、抜けてきます。oh, yes. そう、あとね、これがちょっとひっくり返ってるので、はい、じゃあマジシャンがひっくり返ってるので、はいはい、こちら補足で出しました。これがですね、インジャっていうカードなんですけども、どっちかっていうとこれがリバースになってるので、私から見てひっくり返ってリバースになってるので、うんうん、はい、いろんな読み方あるんですけど、こういう状態だと足元を照らしてよく見なさいねとも言えます。あ、はい、なので楽しい、すごい楽しいことを商売にされて、それを発信していく、それはいいんだけれども、うん、ちゃんと足元を見て救われないように気をつけなきゃいけない。なるほどね、はい、そこは冷静に振り返らないといけない時、そうしないとこのザ・マジシャンの、効力がこうなれば発揮するんですけど、はいはい、このままだとね、なかなかスタートができないという意味にもなるので、はい、ちゃんと自分の足元を救われないようにしっかり見ましょう。なので、例えばこれがこう、ね、お二人がヒットして、よくなったーは、みんなすごいって見てくれたとしても、うん、はい、ここがやっぱり大事で、足元を救われちゃうと、ダダダダって落ちてしまうことがあるので、そこを見直す、見返すことが必要。はい、はい、そこがあれば大丈夫、うん。この剣もちゃんと抜けますから、ね、痛いことがあっても。痛そうね、はい、でも大丈夫、大丈夫。はい、そこだけでやれば大丈夫かなと思います。はい、はい、はい、では、お二人に相性もバッチリですし。はい、ね、仕事もいいし、仕事もいいし、はい、じゃあちょっとタロットからメッセージもらいます。メッセージ、はい、お願いします。 OK、 ちょっとファイナルアンサーみたいなね。ファイナルアンサーみたいな感じ。江ノ島はご覧いたことありますか？あ、はい、多分5回目かな、今。あ、5回目、はい、そんなにあるんですか？うん、江ノ島好きですか？好きですよ、うんうん、何が好き？せんべいせんべいせんべいかい、はい、せんべいお金入りますね。お、来たよー、ゲンマリ。この YouTube チャンネルが当たればバッチリです。はい、すごく忙しく動き回ることがあるかなと思います、今後も。はい、まあ、あちこちにロケ行ったりなんかしたりっていうことがたくさんあるかなと思います。うん、はい、で、上の方、うん、まあ、がこう、なんていうかな、いろんなものを、ロケでやろうとか、うん、ちょっと大変になるかもしれないけど、うん、なんだけどお金はちゃんと入ってます。なるほど、うん、だからそこは心配はいらないかなと思いますよ。要するにヒットするよっていうこと。おっ、ほら来た、はい、今さら急に急に言えた。疲れてる人でしょ、あれ。ねやっぱりキングオブペンタクスが出てるので、そのペンタクスの中のキングですから、やっぱりお金のカードなんですけどね。あ、そうなんですね。はい、これがちゃんと出ていますので、そこはすごいヒットしてくると思います。なるほど。はい、これは2人であればってことですか？そう、2人であればですよ。あ、1人ここどっちかかけたらダメってことですか？2人で。2人でね。はい、わお。わお。素晴らしい。はい、ありがとうございます。わお。ありがとうございました。はい、あ
ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、すごい、ありがとうございました。意味ある。ありがとうございます。お二人は本当に相性バッチリなので、もしもまたコラボされるなら頑張ろう頑張ろう。いや、ね、これをちょ、まあ、これちょっと実験的なあれなんだけども、うん、これで行くんでいいんであれば、はい、ね、バッチリ。エボニーアイブリー、はい、エボニーアイブリー。なるほど、はい、はい、いいね、はい、オセロみたいな。そうですね、はい、塩コショウみたいな。塩コショウ、はい、私塩コショウが一番好き。ありがとうございました。いやいや、すごいためになりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、なかなかいい、なかなかいい、ね、いいですね、はい、いいですね、はい、エリックさん嬉しいですか。はい、嬉しいよ。大丈夫、はい、はい、OK、 よかった、俺の返事もよかったよ。よかったね、はい、いや、よかったんじゃない、うん、なんかオチはないけど、はい、っていうか、でもいい結果、これを続けていいってことなわけだから、うん、ね、来てよかったですから、うん、うん、もっとひどい結果だと思ってます。あのエリックはね、はい、バチすっきりしたね。すぐでしたね、はい、飲もうか、飲もう、はいはいはい、ぜひとりあえずビール。あと駐車場がしばらくで20分、うっそ、早く行かないとやばいじゃん。もう間に合わない。いやいやいや、間に合わせよう。大丈夫。じゃあエリックさん、はい、これちょっと続けていいってことなので、そうですね、次の企画また考えて、そう、またアタックしましょう。はい、でも今日はいい話、いい話でしたね、はいはいはい、はい、でも次は、次はまた考えて、はい、次行きましょう、行きましょう、 OK、はい、では、はい、次、こうご期待。 See you next time! See you next time! Bye bye!